モ門は、フランス、オーベルニュローヌ・アルプ地域県、ピュイドイコールドーム県のコミューン、アリエ川のシリューアルティエール川が流れる。サンピエールボーモ門の場所は新石器時代から人が定住している。2002年の発掘調査では、人々が濃厚をして定住していたことが判明した。そこには12軒の建物、4つの小屋、9つの過去地フェンス、 食料品貯蔵地区、葬祭の場所があった。2004年の発掘調査では、最初の発掘調査の隣のピットや、建物の活動の領域が注目された。ガロローマ時代には、アルティエール側に隣接する村の存在が明らかになっている。それは1世紀前半に建てられ、4世紀後半に放棄された。オーベルニュクは、おそらく7世紀終わりか8世紀の初頭に、 女性のためのベネディクト会派修道院を創設した。この修道院は13世紀後半と修道院長エスリーヌの指揮の下で14世紀半ばに最盛期を迎えた。この宗教の共同体はフランス革命によって解消されている。国民公開時代にはブール・モンターニュと呼ばれていた。ソースイコール1999年まで LDH、イヘス、カジニー、 2004年以降は NSEE。ありがとうございます。